からお届け北九州人図鑑始まりました北九州人図鑑この番組は北九州で活躍される方をお招きしその方の人となりに触れるトーク番組です進行役は私シンガーソングライターの畑野直ですよろしくお願いします今回は新型コロナウイルス感染症対策としてリモート収録でお届けしてまいります それでは今回のゲストをご紹介いたしましょう。若松恵比寿神社宮司の谷陽平さんです。よろしくお願いします。はい、谷です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。若松の皆さんにはもうおなじみの若松恵比寿神社ですが、どんな神社なのか皆さんにもう一度ご説明をお願いしてよろしいですか。はい、えー。そうですね。4月にはあの春の祭り、そして12月には秋の霊大祭というものが行われてまして。 若松の地元の方にはおゆべさんのお祭りだということで、だいぶ親しみを込められております。うん 1>, でまあ、1月には東海別のお祭りとございますので、商売繁盛を願ったような参拝者の方がにぎわいましてで、場所ではそうですね、あの若遠橋の下といえば分かりやすいんじゃないかなと思いま。そうですね、すぐ近くですよね、そうなんですねもう真下といってもいいかなと思います。で創建が958年ですので、だいぶこう歴史のある神社かなというところです、ね。 はい。ええー、もう三桁なんですね。そうそうね三 <laughs> 桁。ええー、今からおよそえ千七十年ほど前の創建ということで。そうですね。そうなりますね。<ー>はい、歴史の深い神社ですね。それでは早速今回のトークテーマをご紹介いたしましょう。一若松とともに二人生一度きり三愚痴としてこれからとなっています。一つ目のテーマ若松とともに。 お伺いしてまいりたいんですが、ここでは若松恵比寿神社について詳しくお伺いしてまいります。えー、若松恵比寿神社には、どういった歴史があるんでしょうか？はい、そうですねあの。先ほども申しました通り、九百五十八年に創建いたしましたので、うん、まだいぶ歴史のある神社と思います。 えー、時、千九百九十年あたりにですね。あのジン皇后様と中井天皇様が、えー、筑紫の国東海湾を、えー、ご巡行された際に、えと船底の下から赤い玉石を見つけまして、これは玉石、えー、今からのはい赤い光る玉石ですね。これを十人<う>、えー、あの自重の方が見つけられまして、これはこれからの、はい、あの海上この安全を、えー、担う。えー 神様のる印だということで、丁重にお祭りしなさいというようなことですので、今、若松恵比寿神社の奥深く、ご本殿の奥深くに祀、えー、られております。それが、ね、はい、そうですね、それが若松恵比寿神社の由来というか、になっておりますね<ー>で時が流れまして、炭鉱の,の、えー、積み荷工として隆盛を極めまして、大正13年に、えー、本殿の建て替えを行っています。 約100年間ですね、えー、当時のやはりこう時代の英知と技術ですかねこう詰められておりますので今でもほぼしっかりと神様を祭りする御本年ですでも皆さんがしっかりね愛して管理を、ね、してきた賜物だとも思うんですけれども、ね、地域のの皆様おかげですね、うんうん、若松といえば先ほども出てきたのすぐ近くの若東橋。はい がえー、やっぱ切っても切れない縁があるというかそういったエピソードがあると聞いたんですけれども、はいはい、どんんな関わりがあるんでしょうか若遠、ね、橋自体が昭和37年に竣工ですかね出来上がったということなんですけれども実はその時、はい、あの橋の柱、えー、橋脚っていうんですかねあの柱の部分が実は恵比寿神社の境内地の中に、えー、侵入って言ったら変ですけどあの一応かぶったという,、えー、いうようなことがありまして。 それ大事件じゃないですか、そうですね、もうど真ん中とは言わないですけど、ね、結構がっつり、うん、<laughs> 入ってきたときですよね、はい、それですので、<ぁ>まあ、実際に地元の方がですね、その境内地に入ることとか、うん、あとはその橋の上から真、うん、下に神様を見下ろすことは、何事だと、とそういった考えもありますよね。 時の宮司がですね、まあ、若松当時は死ですけどももう発展のためにということで、えー、っとまず橋の安全とで神様にご報告ということで、はい、え橋をみこしを担いで,で神様をお移ししてですね橋の上から、えー、これからの若松市そして若戸橋の無事安全をお祈りしたというようなことがあってで今でもちゃんと ですね、ちゃんとというか、こう安全に、あの、運営されているという,ような感じになりますね。あ、そうなんですね。はい、やっぱり、あの、神様をね、祀っている場所ですから、そんな神聖な場所にっていうのは、ありますよね。うね <laughs> うんきっと、いろいろ、あの、うん、ご苦労はされたと思います。やりとりがあったでしょうね。え、え、それ以外にも、また、はい、その後にも。 そうなんですね、あのー、今度はその今までは若大橋が車2車線だったんですけども、えー、と歩道も、はいえー、通ってたということこであったんですがうん、うん、平成元年あたりですかね、あのー、もう歩道を廃止しまして4車線に。 あったということなんですけども、はい、その補強というか、うん、広げるためにまたその柱が大きくなりましてし、うん、はい、また一部こう軽大師の方に入ってくるとと <laughs> よなことがありました。広くなった分柱も大きくなって、はい、そうなんですよね。<ー>で、まあ今度はちょっとっていうところだったので、あのー、神社をジャッキアップっていうかですね、上げてで後ろにこうずらして、神社ごとですか、はい？神社本殿ですね、ご本殿ごとこう、ご本殿ごと。はい 位置をずるぐるぐるっとず,ずらしてっていうことで<ー>、はい、もちろんそのご報告もさせていただいたっていうのもありますけどもそれもまたね一大事ですね神様の位置をずらすっていうことはそうなんですよねなので、まあ、これも時の宮司がもうしっかりとご報告ですかね<ー>神様にお仕えしてでお許しをいただいたというとこやっぱり若大橋もね北九州市民にはなくてはならないものですけれどもそ,、ね、ねそれとまたね、はい、大切な神社との折り合いを <laughs> 皆さんで。はい。観光の街っていうのもあったからですね。ね多分多分寄信していただいた方がいらっしゃったっていうのがあったので、はい、まあスムーズにことは動いたとは聞いてますけどもあ。その頃から皆さんにやっぱりずっと愛され続けている神社なんですね。はい、はい、うそう聞いてます。ありがとうございます。はい、それではテーマ1若松とともに聞いてまいりました。それでは続いてのテーマです。テーマ2人生一度きり。 はい、こちらでは、えー、宮司の谷さんご自身のことについてお伺いしてまいりたいと思うんですが、はい、ご出身は北九州ですかいえ、あのー、私自身は北九州市出身では実はないですね、<あ>はい、そうなんです生まれが東区あ福岡市の東区ですね、<ー>もう本当、山に囲まれた自然の中で育ちました。 えー、どんなお子さんだったんですか。そうですね。その山に囲まれたっていうのがあるので、もう、はいえー、本当野山を走り回ってはですね、鹿、えーえー、に百箇所くらい刺されて草をに怒られるような子でしたね。<laughs> 活発なお子さんだったんですね。すねはい、お、そんなお子様が、えー、今宮司になられてね、はい、あの神社を守り続けられているわけですけれども、はい、どんな流れがあったのか気になるんですが、最初から宮司 を目指されていたんですかいやえー、っと最初はですね、えー、っとその先ほど申したようにその,のでにかき回ってはいたんですけども実はちょっとそれと反発したというような感じもあるんですが、はい、ちょっと病弱な時もあって、はいはい、で幼稚園もほとんど半分以上行けてないような子だったんですけども<ー>病院とあと家の中で寝るような子でもあったんですがうん、うん、でまあ、その時にええー そう見てもらいましたお医者さんにですね、うん、本当、感動しまして、あ小さい時きは、うあそうですね、お医者さんになりたいなというようなことがありました、<ー>それが幼少期ですね、でもうその後はもう、そうですね、もうおつむが足りないということに早々に気づきまして、<laughs> いろいろと、<ー>えーまあ、手に職ョをつけるものがあったらなということで、お薬関係ですかね、薬剤関係に進めたらなという、<あ>2000年にその福岡の大学を卒業して、最初はその製薬会社に勤めたんです。はい、ああ製薬会社の方に はい、進まれたんですね。はい、へー、そこから何年ぐらい働かれたんですか。そうですね。えー、十年ちょいですね。十一年近くは<う>はい働いてましたね。へー、今のところまだ宮司への道がつながらないなというふうに <laughs> う、ね、思うんですけども。はい、どういった流れで。そうですね。あのその製薬会社に入っている時の二千三年にあの、はい、その結婚いたしまして。 あ、ご結婚されたんですね。で、はいはい、そのかなりその妻のおじさんに当たる方が、はい、時の若松恵比寿神社の、えー、宮司を奉職されてたと。ああ、そういうことなんでった関わりがあったんですね。そうですね。ただそのおじがですね、2010年にちょっと休省しまして。 いろいろと跡取りを探したらしいんですけどもご結婚もされてなかったのとあと周りにその寝食を継ぐというようなことで跡取りの方がいらっしゃらなかったということがおやおやというおやおやというような展開ですね今。ということでいろいろとおじの親戚ですかね義理の母も含めてなんですけどもう辿っていったんでしょうねそしたら姪っ子に旦那がおるらしいぜみたいな感じで。 話がありましていいところに谷さんがいらっしゃった。なのでまあそこからは100回近くですかね、えー、もうオーバーでもないんですけども、はい、ずっとやらんねやらんねと、えー、説得されましたし。 アプローチが猛烈でもそうなんですね。さすがに私もその入りたくて入った業界っていうのもありましたしね。その頃10年目ということは、はい、もう結構もうね,そうですねこれからまた活躍される時期じゃないかなと思うんですけれども、はい、そういうも甘いも面白いというところでしたのでっていうところでまあ正直言って本当断り続けていました。そうでですねあの断り続けた中で えー、義理の母だけですかね、その妻のお母さんだけが、はい、あの生還されまして、あのーうん、もう洋平さんの人生なので、うん、もうそれはもう自分、ご自身で決められてくださいというようなことの姿勢だったんですけども、うんはい、そうですね、最後の最後に義理のお母さんが頭を下げられまして、よろしくお願いします<ー>と。それはきますね、はい、もうこれがもうトリガーといっても、かれんじゃないです、ね、あす そういっった背景があって宮司になられるわけけですけれども宮司になるというのはどんな流れというか工程があって資格みたいいなものがいるんですか東京にあります國學院大學というところの浸透学専攻科要は1年間で勉学を積んで神、はい、主の資格というものを取れるような制度がありましてそちらに入学しまして資格を取りました。 そうなんですね、はい、どんな内容の勉強をされるんですかそです、ねえー、まずはその神様に対して失礼のないような作法を<う>、えー、学んだりとかあとはもう神道神社神道に対してのまあ歴史であったりとか、えーそうですね、あとは概論であったり、えー、そういったものですねもう歴史等を本当に、えー、一から学んできました。ほうまあ、本来といいうか若い頃の学生時代は 理系に進まれたっていうことでですすねね一番国語と社会が嫌いだった国語と社会がでもすごい重要そうな分野かなと思うんですけれども100%は言いませんけどそれぐらいですねもう大変でしたけどまあそうはいえども30超えて半ばに入って1年間みっちりと勉強するっていうことはそんなことないのでもう僕の中で前向きに楽しんではい。 励みましたね。それこそ人生一度きりというか。そうですね。うん、自分の中でも一応思っていることがあったので、はいえー、なかなか人生でこう生きてきてどう看護師にならないっていうようなスタートもなかなかないですもんね。ねスタートですよね。そうなんですよね,すよね、うん。まあこれもご縁かなっていうのと、うん、まあ人生一度きりなんで、えー、楽しく、そしても後悔ないようにというのがモットーでもあったので、<う>まあ楽しんでます。 資格を取られてどういうふうに宮司になられるんですかえっとですね2012年の3月に、えー、会議要は、その家主としての資格を頂い,いてから2012年の4月からですね、はい、まあ半年間ほど福岡の神社さんで、えーまあ、修行じゃないですけども研さ、はい、を積みまして<ー>で半年経ってから、えー、ゴンネギという役職ですねネギという役職があるんですけども、はい、そのサポートをしてきました。はいで えー、時が経ちまして2017年ですね5年経ちまして一応宮司としての、はいえー、資格というかそういったものを、えー、東京にあります本庁から、えー、お許しが出ましてということで<ー>2017年の4月からですね宮司として、はい、のしてます30歳を超えてから、はい、また新たな勉強を始めるっていうのはすごいエネルギーがいたと思うんですけれども。はい うん、そ,うそうですね、実際に先ほど申しましたけど、なかなかあの時勉強しなきゃよかったなって、年を取った後に、うん、え思う段階だったんで、ちょうど35、<ー>6というのは、ああ、今だな、タイミングだなということで、まあ、これも神様から<あ> <laughs> お導きがあったのかなと、やっぱりもう、マインドが <laughs>、うん、そうなっていくんですね、そうしないといけないってこともありつつですよね, <laughs> ですねあ。でもすごく前向きな ね姿勢に私もエネルギーをいただきました。うん、ありがとうございます。はい、それではテーマに人生一度きり聞いてまいりました。それでは最後のテーマです。テーマ3。宮司としてこれからとありますがえー、私個人的に先ほど谷さんが福岡ご出身ということで、はい。 でそこから北九州に今は住まわれていらっしゃるということであの北九州だったり若松の町の魅力だったり、うん、人の魅力っていうのを客観的な視点からちょっとお聞きしたいなというのはあるんですけど、えー、それこそ,その製薬会社の時にですね小倉の方にあの転勤してきまして、はい、その神主になる、えー、4年前ですかね。はい えー、最初は正直言ってあの怖いなとおおやっぱり最初はそう思うんですよね、はい、そうですね福岡市の人間といえどもっていう <laughs> どんなところなんだろうっていうのは、まあ、そうですねまあ不安と期待もあったんですけども、うん、まあその製薬会社として働いてる中でもあそんなに怖い町でもないなというようなところが一番でしたやっぱり実際に働かれて住んでみてうで、ねはい、もうあんまり変わんないなと、うん ただまあ一つそうですねその神主になって若松に来た時に小倉の方とか戸端の方伊波端の方にもそのお知り合いがたくさんできたんですけども若松の方がですね昔の流れでもあるんでしょうけど若大橋とかあのトンネルとかできる前はやっぱりこう半島って言い方で変ですけどもあの陸の孤島って地元の方はおっしゃってましたけど。<laughs> <laughs> はい、若松が発展してっていうところであの、うん、本当にプライドを持ってらっしゃったのでそうですよねこれはもう本当私の中でもお付き合いしていてあ楽しいなやっぱこういう一面ってあるんだなっていうことで、はい、日々が、えー、あの楽しいです今後宮司として若松恵比寿神社をどんな神社にしていきたいですかそのの東東区区でですね福岡市東区に住んいいた時っていうのがその 鴨居宮んが近くにあったんですけども鴨居宮んの4月のご人仰ですよねおみこしであったりとかあとは箱崎宮んであったら北条屋さん私の中ではそのちっちゃい時に感じた えー、匂いであったりとかか音でああったりとかとは食べたものであったり本当五感の中にすごく染み付いて強烈に染み付いているところがありましてこれがお祭りだったよなっていうのをふと思ったんですねただ実際に若松恵比寿神社もその露店がお祭りの時は300点ほどずっと並んでいたらしいんですがう今となってはその時代もあるかもしれませんが30店舗を 近くですね。まで減ってしまったというようなところがあるので、私の中ではやっぱそのちっちゃい時に私が感じたようなお子さんがですね、強烈にあ、恵比寿神社さんってこうだったよな、お湯別さんってこうだったよなっていう風うに思い出せるようなそういった祭りになればなということで今いろいろとしております。ただ新しいことばっかりやるとそのまテーマパーク化してしまうところもあるので、もちろんその神社としてのいいところ、伝統であったり歴史であったりっていうものは残しつつ。 で時代に沿ったようなことをやっていきたいなということで、あのお子さんがですね、あの足を運びやすいようにということで猿回しとかですね、うん、そういったものを読んでみたり、あとそうですね、あの大きいお友達って言ったら変ですけども、我々の年代からすればあの境内の中でですね、あのデアパーティーをするような形にしました、はいうん。素敵ですね、やっぱ、はい、あのロケーションの中で外で。 外ですねはい<ー>ですので夏はですねそのエビス神社でエビスビールを飲むとかいうような形で、えー、素敵な掛け合わせですね、はい、あとはそうですね満月会ということで秋にはあの中秋の明月を見るすすきを並べて、うん、でそれを見ながら一杯するというまあはいそういった満月会というのも開いてますありがたいところにその初めて若松に来たよという人もいれば、うん、えっと若戸都選に初めて乗りましたっていう方 遠方の方も来てくださるので、そういったコミュニティを広げていけたらなっていう形で思ってます。では最後に谷さんの個人的な夢とかお伺いしてよろしいですか？個人的な夢ですね。あの、はい、あの元来そうですね地元の人は知ってるんですけど、あの私アイドルが大好きであります、はい。そうなんですね。はい、意外というかい、気持ち悪いですよね。あのいや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  <laughs> 素敵だと思いますよ。はい、なのでまああの。 そうですねあの推しのアイドルじゃないですけどもあのお呼びさせてもらった時にお越しいただけるような形ですね神社ないし地元にでそれまであの神社ないし私が魅力あるそして体力のある、えー、ものになってればなというのが夢ですねそしたらまた若松全体が盛り上がりますねはい私が一番盛り上がりますりその夢が叶うように私もお参りをしに行きたいと思いますのでその際はぜひあのご教授よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします ということで、今回の北九州神図鑑は、若松恵比寿神社宮司の谷陽平さんをお迎えしてお送りいたしました。谷さんありがとうございました。ありがとうございました。